はい、今回オーナーバリからはですね、イカメタルの基本実績、イカメタルの応用というリグが登場します。こちらです。ダブルエダータイプと、ロングエダータイプというのが2種類登場しています。ダブルエダーは見ていただいた通りですね、角すりサーチタイプにとにかく優れているタイプで、非常に活性のいいイカを効率よく吸っていこうというタイプの仕掛けになっています。次に、このロングエダータイプ、これは、非常に食いしぶり、のりしぶりの時に非常に効果的で、特にね、オモリグが優勢とか、今日はうねりが多いなとか、やりにくいなという時に非常におすすめの仕掛けになっています。ぜひ皆さんも使ってみてください。